こんにちは、マサイ6494です。今回は静岡県御殿場市にある御殿場ルートから富士山の日帰り登山地に死んでしまうかもしれないので遺書を残しておきますという動画になります。はい、ということで2021年の9月に富士山の日帰り登山をやっていきたいと思います。御殿場ルートからで、毎回、基本的にある程度ハードな登山の前にこういった動画を出させていただいてます。基本的に、こんな気持ちで登ってたんでっていうのを残した方がいいかなと思うことと、またある程度周りに感謝の気持ちを残しておかないとなということでやらさせていただいております。富士山の日帰りルートとして何箇所かで、その中の一番困難なルートを選択しました。御殿場ルートですね。だいたい往復11時間半くらいって書かれてたんですが、天候によっても変わってくるだろうし、また、9月なんで、もう売店、山小屋かが営業してないところもあったりで、なかなかちゃんとしたある程度の装備をしておかないとちょっと厳しいものになるかなと。あと、7合目まで山小屋等がないって書いてあったので、このルートなのですごく注意が必要だなっていうところですね。どんな感じでいくかっていうと、基本的に、公共の、ルートというか、乗っていくものというと、バスも通ってるんですけど、バス確か8時半着かな、一番早いので。8時半だとちょっと遅いんで、しかも、帰りが何時だっけ、17時とかかな、17時半とかなので、ちょっと厳しい感じになりそうだと思ったので、少しやっぱリスクがあるので、成功率も高めながらっていうことも考えて、朝はタクシーで、御殿場の5合目かな、新5合目、5合目口までタクシーで行って、4時半ぐらいから登り始めようと。で、大体、11時間半とか、すると16時とかかなには着くので、余裕で帰りのバスに間に合うんじゃないかなといったルートで行こうと思ってるんですが、ただ、前日が、仕事終わってからそのまま現地に行くんで、全然睡眠時間取れなく、疲れも取れなく状態で、朝から登り始めるということになるので、だいぶ、登りの辛さというよりかは、単純に疲労を取れてない状態で登っていく登山。それは基本的に他の登山でも同じなので慣れてるんですけど、なかなか大変になるなと。いう感じが少ししますね。日帰りが結構久しぶりで、ここ数ヶ月はテント泊だったので、いつまでだろう、4月くらいからかな、ずっとテント泊できてたので、5ヶ月間ぐらい久しぶり の日帰り装備で、ただ、前に日帰りずっとやってた時に右膝を痛めてまして、ただテント泊になってから全然右膝が痛まなくなってきたので、ちょっと今回一番長い距離歩くと思うので、日帰りで、なのでどんな状態になるかなというのが、ちょっとある意味個人的に興味が湧いてるんですけど、その痛みがそんななければ
まあ、時間通り、定刻通りに帰れるんじゃないかなという感じですね。まあ、ただ、上りよりか下りはある意味、ダッシュで行けそうなルートなので、まあ、うまく帰ってこようかなとは思っております。まあ、富士山の、まあ、今年、富士山で低体温症等で亡くなられた方結構多くて、まあ、毎年のようかもしれないけど、ただ、2020年は山開きしてないので、まあ、それも踏まえると、どうなのかなと思うんですけど、ただ亡くなった方は、まあまあいらっしゃるところなので、まあ、すごく注意が必要かなと。あとは、上に行った時に、どれぐらい寒いか。まあ、ちょうどお昼前ぐらいには着くと思うので、まあ、うまく体温調整しながら戻っていきたいかなと思います。まあ、ある意味、この富士山が国内での、うん、まあ、シンプルな登山の終わりかなっていう登山なので、まあ、楽しみながらやろうかなと思っております。はい。ということで、今回は静岡県御殿場市にある御殿場ルートから富士山の日帰り登山時に死んでしまうかもしれないので、遺書を残しておきますという動画でした。それでは。ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、本格配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。